皆さんこんにちは。すくすく子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしていきます。子育て中の方々に子育てに関する情報や三田市のサービスなどを分かりやすくお伝えしていきます。三田市では子育てするなら絶対三田をキーワードに、子育て世代を応援するさまざまな支援策の充実を進めています。この番組ではスタジオに市役所の担当の方にお越しいただき、子育て教育に関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は門垣敏子です。今日はスタジオに公園緑化の北村さんにお越しいただき、子どもの遊び場所である公園についてお話しいただきます。北村さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、公園緑化の北村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三田市は緑が多くて楽しく遊べる公園たくさんありますね。はい、市内には約150箇所もの公園や緑地があるんです。これを市民一人当たりに換算すると県内でもトップクラスなんです。そうですか。特にフラワータウン、ウッディータウン、カルチャータウンなどのニュータウンでは計画的に公園を作っていますので、身近なところに緑があふれる公園や遊具のある公園が整備されているんです。確かにそうですね。とてもたくさんの公園がありますね。これから暖かくなる季節、おすすめの公園ありますでしょうか。はい、これからは桜を楽しみながら散歩などができる季節になります。はい、三田の桜を楽しめる公園ではウッディータウンにある平谷川緑地がおすすめです。神戸電鉄ウッディータウン中央駅から徒歩5分のところに駒ヶ谷運動公園があり、平谷川緑地に面しています。約2キロにわたる桜のトンネルは幻想的な世界なんです。子どもと散歩をしたり、カメラを構えたり、家族でお弁当を広げたりと大変にぎわう一押しのスポットです。またフラワータウンの深田公園や三田地区の天神公園も満開の桜が訪れる人を楽しませ、三田の春を満喫できます。そうなんですね。暖かい日に桜を見ながら子どもと散歩をしてお弁当を広げる、子どもとのコミュニケーションも図れますよね。子どもの遊び場所として、では今回はウッディタウンにあります魅力的な公園もご紹介いただけますか。はい、神戸電鉄南ウッディタウン駅のすぐ南側にあるはじかみ池公園には、はい、昭和12年から昭和51年まで39年間日本各地を走った蒸気機関車 D51 デゴイチが夢3 D 号の愛称で展示されています。はいはい、目立ってますね。蒸気機関車はこの公園のシンボルで、若いご夫婦のお子さん連れやお孫さんの手を引いたおじいさんなど幅広い年齢の人がここを訪れているんです。本当そうですね。蒸気機関車、小さい子どもさんたちにとても人気がありますからね。はい、そうですね。3月から11月の土曜日、日曜日には施設を開放し、蒸気機関車に手で触れることができます。あの D51 デゴイチを目の前で見れるとあって、子どもから鉄道ファンまで楽しんでいただいています。また小学校就学前のお子さんを対象にプレールームを開放しており、近隣の保育所なども利用されるなど子どもたちでにぎわっているんです。蒸気機関車の中で遊べるとはとっても楽しそうですね。そうですね。公園内には車輪や信号機など機関車に関するモニュメントも設置されていますので、はい、ぜひ探検してみてください。ご家族でカメラを持ってお越しいただくといいんじゃないでしょうか。公園内にどんなモニュメントがあるのかワクワクしますね。その他の公園もご紹介いただけますか。はい、ウッディータウンには広い芝生広場と噴水がある中央公園もあります。はい、新三田駅からウッディータウンの方に上がってきた道路沿いにあるのでご存知の方も多いと思います。はい、芝生広場で犬の散歩をしたり、キャッチボールやたこ揚げをしたり、いろいろ楽しんでいる姿よく見かけますね。そうですね。はい、この芝生広場の公園を少し上がったところにはアリ地獄、ローラー滑り台など、子どもたちが目を輝かせて遊べる遊具があるんです。はい、大人は花見をし、子どもたちは遊具で楽しめるとあって親子に人気の公園です。また風の塔の展望台からは三田市の街並みや山並みが見渡せますし、古墳もありますので一日たっぷり遊べます。
展望台からの景色素晴らしいでしょうね。で、今お聞きしたんですが、古墳もあるんですね。そうです、裏山の中に奈良山古墳群の一部があります。埋蔵文化財の発掘調査としては最も古く、昭和49年から北摂ニュータウン建設工事の宅地造成工事の際に発掘されました。地域の歴史が感じられる、私たちにとって貴重な財産ですね。はい、そうですね。また資料館では絵本の読み聞かせ、ベビーマッサージ体験、自然観察会、キッズクラフト、季節に合わせたイベントも開催されていますので、そちらにもぜひご参加いただきたいと思います。はい、そしてイベントといえば、駒ヶ谷運動公園でも様々なイベント開催されているんですよね。はい、そうです。駒ヶ谷運動公園では体育館の中で体を目いっぱい動かせるイベントが開催されています。多世代交流館との共催で行っているお出かけフラットや、0歳から4歳までのお子さんを対象とした工作や親子体操を行う親子で遊ぼうも人気なんです。はい、広い体育館の中で走り回れる機会なかなか少ないですので、子どもさんたちも楽しいでしょうね。はい、毎回たくさんの方にご参加をいただいて、親子の交流はもちろん、保護者同士、お子さん同士の交流の場にもなっているんです。友達もたくさんできるので、初めての方もぜひご参加いただきたいですね。そうですね、たくさんの方たちとコミュニケーションを図れるいい機会ですからね。そしてたくさんの人が訪れる公園といえば、三田市には県立有馬富士公園もありますね。はい、そうですね、有馬富士公園は市内だけでなく市外からもたくさんの人が訪れる大きな公園です。はい、三田市桑原地区の民話桑原金生寺を元に作られた物語、有馬富士と雷の子を元にデザインした遊びの王国が人気です。あ、やっぱりそうですか。大きな滑り台やみんなで鬼ごっこができる迷路、大きなふわふわのクッションのような山の上でぴょんぴょん跳ねたり滑ったり、一日では遊び尽くせないぐらいなんです。遊びの王国のシンボルである鬼ヶ富士、そして鬼の食卓として、大きな魚やお椀など、他の公園ではなかなか見られないユニークな遊具ですもんね。遊びの王国で遊んだ後、園内の散策も楽しそうですね。はい、有馬富士公園ではバードウォッチングや生き物観察もできますし、日本の伝統的な住まいであるかやぶき民家も見学できます。はい、年齢体力に応じた散策も楽しめます。また公園の中にある有馬富士自然学習センターでは、5メートルもあるミヤマクワガタの模型つよしくんがお出迎えしてくれます。宝探し気分で体験しながら、三田の自然や生き物をご覧いただける施設もあるので、こちらにも寄っていただきたいと思います。本当ですね、有馬富士公園をはじめ三田には魅力的な公園がたくさんあることが分かりました。これらの公園の情報が詰まった冊子があると伺ったんですが。はい、子育て世代のお母さん方が制作された三田子ども U マップに、各公園の魅力や詳しい場所などが書かれています。市民センターや多世代交流館などでお配りしているほか、三田市のホームページでもご覧いただけますので、チェックしてご家族でお越しいただきたいと思います。はい、もうすぐ暖かい春がやってきます。皆さんも市内の公園ぜひ訪れてください。北村さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回の放送は3月19日の月曜日、お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページと4月15日号の広報誌伸びゆく三田に掲載しますので、ぜひご覧ください。すくすく子育て情報局、この時間は子育て世代を応援するさまざまな支援策や子育てに関する情報、そして三田市のサービスなど分かりやすくお伝えしてきました。さて、次はどんなお話聞かせていただけるんでしょうか。どうぞお楽しみに。